ほい、皆さんこんにちは、小坂でございます。ダブルキャスト続きをやっていこうと思います。さあ、達成率 100% を目指してのマラソン中でございますが、今の達成率は 94.4 にまだまだかかりそうですね。いやー、何回か周回しようと思います。ではでは、今回も行ってみましょう。はい、お好きなところからスタート。今回も撮影旅行編からですね。後半全然撮れてないからね。さあ、ガンガン飛ばしていきますよ。はい、休みないの。はい、話題を変えよう。友達だよ。やる気を出してきます。はい、情けない。はい、ごめん、天性のものだね。はい、まさか誰かがわざと。はい、部長と一緒がいいだろう。はい、それ以外のところ、はい、一風呂浴びてさっぱりしよう。まだここ2回行かないといけないですね、少なくともね。はい、変な誤解をされたくない。はい、さすが部長、合ってるかな。さすが部長、察しがいい。ではちょっと失礼します。失礼しました。それはさすがにないですよね。さあ、この辺は一緒かな。はい、やってないのは自分のということにしておこう。これからの男は髪を大事にするんだ。は？ごめん、そこのカゴ通ってくれる？全然ダメじゃないですか。え？あの。はい、追いかけなくちゃ。はい、これはつまり、はい、今は考えなくてもいい。今はそんなこと考えたらダメ。何も考えないで僕の肩の心地よさを十分に堪能してほしいな。そうだね、君は今世界最高の肩の持ち主かもね。なんか野球選手みたいになってますけどね。世界最高の肩。はい、ここまでの思い出を記録します。はい、熱いお茶がいいな。はい、よし一緒に入ろう。あー、ダメだな、ちょっと待てよ。A 風呂。はい、みつき、玄関の方お願い。はい、会いたかったよ。はい、今片付けるよ。はい、足を寝ろ。はい、写真のこと話してみよう。はい、わかりました。さあ、ここが問題ですね。落ちてきた植木鉢、ここの推理パートが全然取れてないはず。落ちてきた植木鉢、外から誰かが屋敷に潜入して僕に向かって落とす。無理があるよな。やはり部員たちの中の誰かなんだろうか。美月は、はい、これ全部確か前回正解してるはずなので、全部わからない以外の別の選択肢選んでみようかな。はい、キッチンにいた。はい、部長はあの時、1階ロビーにいた。はい、田村は自分の部屋にいた。はい、郷田花園先輩は自分たちの部屋にいた。これ上がらないのかな、もしかして。しょうこちゃんはキッチンにいた。佐久間さんはどうしよう、これ2つあるじゃん。自分の部屋にいた。何考えてるんだ。佐久間さんは腕を怪我したとかで今回のロケには来ていないじゃないか。なんか余計に分からなくなってきた。はい、まあだいぶ通りましたけどね。これでエンドですね。まだまだ愛が足りん。もっと彼女のことを考えてやらねば。うむ、その通り。まあプラスアルファ、まあ推理間違ってるからでしょうね。ここどうなんだろうな、どれぐらいポイント入るんだろう。まあとりあえず全部舐めた方がいいでしょうね。はい、1本目終わり。2本目いきます。はい、再び撮影旅行編からスタートです。休みないの。はい、話題を変えよう。いとこなんだ。はい、情けない。はい、ごめん、天性のものだね。はい、誰かがわざと。部長と一緒がいいだろう。はい、それ以外のところ。はい、一風呂浴びてさっぱりしよう。はい、ここで変な誤解をされたくない。もうここは取り終わりましたね。年上の女性は対象外なんで。はい、知らないぞ知らない。追いかけなくちゃ。はい、どっちやったか忘れちゃった。確か美月やってないな。はい、誤解を解きたい、やってないんじゃないかな。
とにかく篠原部長とは何でもないんだ。たまたま勝ち合っちゃって、その誤解だけは解いときたいんだ。それに信じてほしい、僕は美月を裏切らない。それに美月のこと決して同情なんかで優しくしてるんじゃない。それだけは信じてほしいんだ。とにかく戻ろう、部長も心配してるよ。うん、あ、全然ダメじゃんこれすごい好感度悪いですね。びっくりしました。よろしくねとも何とも言ってもらえないんだ。わー、冷たかった今の。運はい、熱いお茶がいいな。はい、A 風呂。はい、美月玄関の方をお願い。はい、会いたかったよ。はい、今片付けるよ。はい、凶器を何とかしないと。はい、写真のことを話してみよう。はい、わかりました。はい、推理パートですね。そういえばあの写真、はい、で、ここのわからないはやってないんですよね。先に取りに行きましょうか。わからない、ダメだ、さっぱりわからない。はい、これでジエンドですね。まだまだ愛が足りん、はい、もっと彼女のことを考えてやらねば。はい、うむ、その通り、存じ上げております。さあ、ちょっとだけ上がりましたね。はい、何度も来るであろうバッドエンド11真犯人1。はい、達成率が 95.57 です。さあ、もう一本はい、お好きなところからスタートできます。どうしようかな。はい、まだ撮影旅行でいいかな。撮影旅行編でいきます。はい、休みないの。はい、もう少しこのお話を続けよう。はい、やる気を出して、はいはい、そして情けない、はい、ごめん、はい、天性のものだね。はい、まさか誰かがわざと、はい、部長と一緒がいいだろう。はい、たまには上か。はい、一袋浴びてさっぱりしよう。はい、ここでまだなやってないのか、なんとか逃げなきゃ。はい、うん、はい、A 風呂。はい、美月玄関の方お願い。はい、会いたかったよ。はい、今片付けるよ。はい、足を狙おう。はい、写真のことを話してみよう。はい、わかりました。はい、そういえばあの写真。はい、わかった。さあ、ここで一回もやったことがない美月に電話だ。もしもし、美月、落ち着いて聞いてほしいんだ。うん、それじゃあこれで大丈夫かな。はい、これでやはり秘密は少人数の人間でかな。なんとか二人でやってみるか。これどう、何をどうするつもりなんでしょうね、この場合。なんか変わるのかな、ここ。殴られるってことです何も変わらないのか。何か変わるかなと思いましたけど、ここは変わんないんですね。まだまだ愛が足りん、もっと彼女のことを考えてやらねば。はい、まあまあ、そうでしょうね。その通り。はい、まあまあまあ、納得の結果ですよ。美月にあの電話は何を話すんでしょうね、これねはい、まあバッドエンドの中身は変わらないってことか。じゃあもう今回はね、読みましたけど、次からはまたここも走ろうかな。達成率は 95.76 まで上がりました。さあ、今の電話のところ全くね、パターンやってないんでね、はい、そこをやっていこうと思いますが、今日のマラソンはここまでにしようかなと思います。あと2回ぐらいでいけるかな、どうでしょうね。ちょっとまだね、ボリューム感が読めないんですけれども、はい、今日の朗読はここまで。そんなに読んでないけどはい、いやー、周回マラソンお疲れ様と思ってくださる方、ぜひぜひグッドボタン、あるいはチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次のダブルキャスト、あるいはこのゲームでお会いいたしましょう。また次も大笠かと遊ぼう。今回の動画いかがだったでしょうか。もしちょっとでも楽しめたよっていう方は、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。また次も。
小坂と遊ぼう。またね。